はい、皆様こんにちは、ケイシーです。今日はですね、こちらのホンダの ADV160 なんですけども、ですね、こちらのクラッシュガードバーですよね、 SRC さんでしたね。取り付けからですね、約半年ぐらい、経ちました。一つね、気をつけて方がいいと思うところがあったので、ご説明していきたいと思います。まあ、クラッシュガードバーですよね。取り付けるとすごいね、かっこよくなるんですよね。本当ね、これはね、本当につけたかったパーツなので、すごいね、大満足です。本当ね、まあこの上から見るのもすごいいいんですよね。車幅も広がれますし、本当にかっこいいんですよね。これロータイプなんですけども、まあ上まで来るハイタイプもあるんですけども、まあ、ロータイプ、まあさりげない感じでいいですよね。注意してもらいたいとこなんですけども、ここですね、分かり見えるかな、ここですね、ここ擦りました。まあ、カーブ曲がるときに擦ったんですよね。私ね、初心者なのでそこまでバンクをさせることがないんですけども、擦りました。まあね、普通に走ってる分だと擦ることはまずないんですけども、まあちょっとね、見てみましょうかね。ちょっとね、バイクを倒してみますね。まあ普通に走ってれば、まあね、こんなにバンクさせることはないんですけども、ここまで来てはまだ擦らないですからね。なので、普通の状態だとまず擦ることはないです。擦ったことはないです。どういう状況で擦ったかと言いますと、まあ、L 字のコーナーっていうか、ブレーキをかけて、曲がるときですよね。まあ、そんなにね、まあ、まあ、直線からその時は右折を、脇道が入るので右折をしたんですけども、まあブレーキをすると、まあ当然前にフロントフォークが沈んで前に行きますよね。その状態でこう曲げた時にガリガリっと行きましたね。そんなに握ってたつもりはないんですけども、なのでまあフロントフォークは沈まない状態でこうバンクをさせるのであれば、まあまあ問題ないんですけども、こうフロントブレーキかけながらですね、握りながらこうコーナーに入ってた時にちょっと擦りました。こう下擦るとね、もし段差とかって引っかかったら転倒とかになりますので、最近はね、なるべくブレーキをギューッとかけながらですね、曲げることはしないようにしました。2回ほどね、擦った後にまたね、ちょっと忘れてて、こう握りながらね、こうカーブに入ってたんですよ。フロントブレーキ握りながらね、でふっと持って足元見たんですよ。そしたらね、ここね、かなりギリギリで、めちゃめちゃびっくりしましたね。わあ、そんなだと思って。そんなにね、ブレーキ強いのかな。そんな意識したことはなかったんですけど、ブレーキギューッとしながら、まあ、ちょっとリリースしながらこう、曲がったんですけども、ガガッと、いきました。まあそれはね、ちょっと
注意した方がいいですね。まあまあ2センチ3センチ結構あるかな。釣りましたね。ここに図面があったってことですからね。クラッシュガードバーがなくてもここに図面、結構近かったですね。いやそんなにねバンクさせたつもりはないんですけどもね、やっぱりフロントブレーキ握りながらですね、前に荷重がかかった状態で曲がるとちょっとね釣りやすくなるますね。下がね平らならいいんですけどもね、そこにもし、段差とかあるとここに引っかかってね転倒してしまうとかいう恐れもあるのでね、ここは注意していきたいですね。はい、ってことでね、クラッシュガードパー取り付けたらカーブは気をつけてねでした。はい、これでね今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。ケイシーでした。